地方奴は北元のウスハルハーンの息子でモンゴル帝国の皇族。地方奴は明朝側からの故障で正確なモンゴル語名は不明。地方奴の老い立ちなどについては記録がなくその前半生については全く知られていない。1388年アクアマリンを総対象とする民軍はフルンボイル地方に滞在していたウスハルハーンの本営を吸収し、 ウスハルハーンは、軍勢のほとんどを失うを大敗を喫した。大尉、マンジラの奮戦によって、ウスハルハーンと、地方奴の兄の天皇奴、チーン、ネケレー、上昇、シレムンダ交換数十人は、民軍の追撃を逃れることができたが、地方奴や,やマイハーンの日など多くの皇族が、民軍の捕虜となった。ブイルノールの戦いから三ヶ月後、 アクアマリンが部下に送らせたウスハルハーンの次男の地方奴と皇妃たちは王天府にたどり着いた。地方奴らはブミカドに大元ウルスの金印、金牌を献上し、これを受けてブミカドは超200条と邸宅を与えて向上を示した。それから間もなくしてアクアマリンがハーンの皇妃と密通したという噂が流れると、 コウブミカドはアクアマリンに対して激怒したものの、コーヒは地獄に耐えかねて自殺してしまった。コーヒの死に対して、地方奴が恨み事を漏らしていたことが、コウブミカドの耳に入ると、コウブミカドは自らの向上に対する恩知らずな言動であると怒り、これ以上ない地には止め置けないとして、琉球に島流しするよう命じた。これ以後の地方奴の動向について、記録は残っていない。 同じ頃、モンゴル高原においても薄春ハ,ハーンと天保八ツフ死が、アリクブケ王家の家スデルに殺害されたため、モンゴル高原におけるクビライ家の血統は一旦断絶し、モンゴルでは一時的に、アリクブケ家,家より、ハーンが排出されるようになった。ありがとうございます。